先週のクラウド、聞いていただいた方はちょっと気づいてるかな異変に澤部の。何すかまあ聞いてる方は気づいてないかな。クラウド俺もまあプロだからあんまり表には出さなかったけど。何かやったっけいわゆは気づいてたかな俺が。何結構汗をかいて。ああちょっと、そう。何その先週ね、ああまあクラウドを撮る。うんうん、まあ本編収録してああ、 で、ほんと2、3分ぐらいでクラウドすぐ収録するじゃないま、すぐね。そう。で、その2、3分の間に、え奥さんから LINE 来てさ、うん。で、バッて見たのね。したら、早く帰ってきたいみたいな。あん。びっくりマークみたいな。うん。のが来てて。ええで、うわってなっちゃう。俺ももう。うん。えうん。めちゃくちゃ怖いじゃん。ないないない。いや、なんか子供に何かあったかなとか。うん。えー、なんか、泥棒系かとか、なんか家に。 え、なんか入ってきたかとか。なんか人質に取られてるとかそういうのもあるよね。早く帰ってきて。人、いや、あんた、人質になっててうん。早く帰ってきてじゃないだろ、絶対に。いや、もうそんな急を要するんだったらさ、うん。警察呼んでるでしょ。俺、俺早く帰ってっても、うん。何もできないでしょそうでしょ。かしろよ。うわぁ。一回、んかしようとは思えよ。 これ言ってもさ、お前、嫁とは思えないね。いや、ええってなってさ、なんだなんだ、そうはそうはそうは、そしたらまたすぐ、すぐまたラインにポンって来て、そしたら、えぇ、虫が出たと。家に。その虫、虫、つってのいわゆるゴキブリですわあ、そうですか。ブリが、ブリが出、まあ、ブリが出たと。 もう、ダメなんだ、うちの奥さんが、めちゃくちゃ。で、今までうちは出たことなかったけど、いよいよ出たかと。まあ。いや、これはやばい。で、そのもう本当に、パパが帰ってくるまで何もできないみたいな。ポンポン LINE が来るわけ。パパが来るまで何もできないこのために結婚したんだからはぁって、俺もなんか、はぁあこのために結婚したゴキブリホイホイとしてるんだね。 はぁ。ってなりながら、クラウドの収録が始まったの。で、その、だから最中結構俺も、なんか汗かいちゃってさ、ドキドキ、ドキドキしちゃってさ、大丈夫かななんて思いながらね。家帰ってさ、飯作ってなくてさ、例えば嫁がさ、いや、このために結婚したんだからっていうジョークでも、とんでもない炎上すんだけど、そっちはいいんだねって思うよね。 逆はいいんだよね。逆は、そうね。思っちゃうよね。世の中って。だだこれを笑いちゃうのよ。そうね。いや、確かにね。いや、それで、だから、この、ま、そういう考えながら急いで帰んなきゃ。つって、えー、TBS 出てさ、タクシーをその、大きいちょっと道まで歩いてるときに、はって思い出した、俺ね。はって、そう、前、そう欅って書けない。欅坂の番組で、 一回そのスタジオにね、とんでもない、その、ブリ、G、もう南米の、拳大サイズのやつ、突然ヒーラ七八匹ぐらい、一回スタジオに出して、出てきた時あって、で、もうそのメンバーとかさ、いやー俺ももう、うわー何これ見、れない見れない。見たくないもん。見たくない。何これ、なんで、なんでテレビ出して。 誰も。確かにね。それだけでチャンネル変える人いるだろう。そうね。まあメンバーがキャーキャー言うのはまあ、なんかしたら面白いのかもしれない。うわーってなってたらそこに、催眠術師が来て。ね、もうそういう虫、大丈夫な催眠をかけてくれるっていうやつだ。すごいね。90年代のテレビ。で、ブワーってさ、メンバーにかけてって。で、俺も、 土田さんはまあ、やんない。俺にもかけてくるみたいな。わーって言っまあ、かかる人かかんな人いいんだけど、何人かのメンバーと、俺は、結構かかったの。かかるの俺はもうなんかかかりやすいって言われたんだけど、うそしたらもう全然、もう見れんの。じーっと見れて。俺、むしろちょっとなんか可愛いぐらい。うわー、みたいな。そういう時はどう思ってんの何を思ってんのなんも。さっきまでダメだったけどなぁ。うん。今なんだ大丈夫だ うん。さっきで。何でもないわってことそう、何でもない。ずーっと見る。さっきまで全然見たくもなかったんで、ずーっと見る。あれあの催眠、切れてないよな。解いてもらってない。解いてもらってなくないかなはいはいはい。確か。あれいけるぞ。で、今頭の中でその、想像してみても。 怖くない別にも。あれあれゴキブリ大丈夫になってる。続いてるやん催眠催眠続いてるやんありがとうありがとうつってなって、よし、この調子のまま行こうで、タクシー飛び乗って、で、家まで、バーって帰って、じゃあもう今もう結構大丈夫だから、よし具体的にどう倒すか考えよう。確かなんか家にスプレーあったな。奥さんがやっぱ怖いから、一応なんか買ってはいたはずだ。じゃあそれで行ってみるか。いや、ただじゃあ、 スプレーを俺が果たしてうまくかけられるだろうか。うんうん、床とかなんか下の隅っこにいたらいいけど、うん、壁、天井とかにいた時、うんうん、うわってやって、うん、捨て身のこの、うん、捨て身のダイブを食らったら、うん、やばいね。やばいか。<ー>スプレーダメかな。んでもないことな掃除機ですうん やつ言うよ、バカ、バカかよ。そんなもん、結局、バカってその元を捨てるとき、退治しなきゃいけない、結局。バカかよ、なんだよ、この無理だろ、バカ、正直。じゃあ、トイレに、週刊少年ジャンプあるから、ジャンプでもう行くか。いやバカかよ。こんな無理だよ、これ。何考えてんだよ。無理じゃん。これ。そしたら、もう、ダメね。本当に怖くなってきちゃった。 もう、それの瞬間、本当になんかあったわ、スイッチ。なんか。ああ急に怖くなってきちゃった、本当に。あ今切れたわ、俺、催眠。ああ、切れたもう帰りのタクシーで切れた。やば、怖っ。なにこれもうダメだ、戦えないよ。ああ、もうこのまま西麻ザビってテキーラぶちかましてやろうか。ベロベロの状態で。カナダさんに教えてもらってテキーラをさ、ぶちかましてやろうかと思ったけどダメだ。奥さんが怖がってるし、ここも急いで帰らなきゃ。で、家まで帰りました。 で、家の部屋のさ、扉を、うんうん、ガチャッと開けて、うん、そしたら玄関で、こう玄関からもうトイレの扉が見えるわけ、うちね。うん、で、トイレの扉見たら、うんえー、もう、すごいんだよ、この、トイレの扉の隙間に、ガムテープがもう、上と横、びーって、怖っ、えー、何この家ってなる感じ、あ,あ,あ,あはっ,ってなったけど、うん、もう、えー、とりあえず。 奥さんに話を聞こう。で、リビングに行ってさ。奥さんというかもう、もう、依頼者だよね。だからもうなんか。ああ、そっか。もうそうだね。そうだね。奥さんの依頼者がもう、探偵ナイトスクープだ。もうそうだね。なんとかあれを倒してくれっていう、依頼者にちょっと話を聞こう。で、話聞いて、どこにいたんだとトイレのね。そしたら左の壁っていうの。え奥さんがこう、便器、便器座って、おしっこしようとしたら、左の壁らへんに、 なんか、ふわふわって見えたと。黒いっぽいのが。で、もうおしっこしないで、もうトイレ出て、逃げてきたんだって。確認もせず。確認もせず。うわー、じゃあ左の壁だね、と。座って左の壁ということは、え、ドアを開けて右の壁だね。ああ、なるほどね。そう。右の壁だね。でって、依頼者に確認して。ああ、そうなりますね。はい、わかりました。右の壁ですね。じゃあ行ってきます。つって、もう、まずグンってして、俺。 ぐんってね。ぐんってして。で、左手に。キッチンペーパーぐるぐるもしゃもしゃ。これキッチンペーパー何重にもさ。ふわってぐしゃぐしゃってしたやつ。もうだから感触も感じないし。感じない一応まずね。で、やっぱり右手にスプレー。結局ね。はいはい。この状態。で、奥さんに行ってまいります。三十30分して戻ってこなかったらもう死んだと思ってください。あ、逃げてください。逃げてください。あなたも。30分して私が戻らなかったらあなたも逃げてください。 あの、基地へ戻ってください。つって、で、リビング出て。で、一応トイレからもし、トイレで格闘して逃げられて、リビングに行かれないように、またリビングのドアに俺がガムテ、ビーッと隙間を消して、で、もういざ、トイレのガムテをまず剥がして、で、トイレを、そう、たぶんこっからもう本当に、俺はもうメタルギアソリッドの気分ね。スネークの気分。 うん。どういろいろ静かに開けながら、ちょっとつーって顔を入れてさ、もうスプレーをこう構えながらね、スーって壁コンコンってやって、壁コンコンってやって。お？大丈夫かな？そう。スーで開けて、スー。したらもうまずセンサーで電気つくとね、うちね、センサーで明かりパツッて、わーってなっちゃう。わーって。そうだ、センサーだ。ってまず一回閉めて、あー怖い。なにこれ。 やばいよーって、もう電気つい、なんだか今これで電気ついたから。これでいける。で、またスーッてけで。で、え、右の壁。よし、行こう右の壁って見たらいないんだよ。はぁ、やばい、やばいやばい。移動してるじゃん。やばいやばい。そりゃそうよ。じゃあもう、下か。下になんかちっちゃいゴミ箱みたいなの置いてそのゴミ箱の、下で隠れられるとったらそこしかいない。で、ゴミ箱を足で、スー、ス てやったらいない。はい。やばい、これはもう。最悪のパターンだ。下にいない。じゃあ上だ。もう俺のこと今。ああ、やばい。あざ笑ってる可能性ある。この動きを。やばい、やばい。上でやってんな。ふざけんな、こっちスプレーあんだぞつって、奥の方のまず四隅。おん。バンって見たの。下いない。いない。手前か手前バンって見たら天井に、ち。 ちっちゃい蜂みたいのがいい。はっなんだよ小さい蜂みたいの蜂みたいななんか、羽、羽がついた蟻みたいな、ちっちゃいやつ。一センチぐらいの。こいつか。ってなって。動画がでもまあこいつなんだよ。まあね。おそらく試合に本当にこいつが入って、黒っぽいのが。でばってビビって出ちゃってるから、こいつだ。でも ちっちゃいからって俺は、舐めら、舐めないぞ。ちゃんと。うん。ブ人文もフリーズもちっちゃくなってから、強くなったからね。最終形で怖いから、それもで、スプレーやったら逃げちゃうかな、とかいろいろ考えて。でも、潰すのも、なんか怖い。変な汁出てくるかもしれない。だから、えまたガムテープを、えくるって丸めて、スッ、ってガムテープに貼り付けた。そういうこあー。うん。 それが一番いいからね。それ一番いいでしょ。う本当に軽くよ。本当に、すっ。本当にそれが一番いいのよ。ポンって。ペタって。それをリビングに持ってて奥さんにさ、見せたら、こいつですかつったら、ありがとうございます。うん。で、諦めた。諦めた。で、そいつをもうベランダにさ、うファサファサって逃がしてさ、で、もう奥さんに、これで、すべて。 終わりましたよつってその日はもうすごいイチャイチャしちゃった依頼者と依頼者依頼抱クタイプの業者なの業者なんですねなるほどねはいの